こんにちは。私は今日こちら水戸市にありますケーキ屋さん大ちゃんスイーツ工房カノンさんにやってきました。今週のテーマはスイーツということで、こちらのお店ではどんなスイーツが見れるのか楽しみです。早速行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。素敵なお店ですね。ありがとうございます。こちら大ちゃんスイーツ工房カノンのパティシエの黒沢さんです。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。本当に外観もとってもおしゃれなお店なんですけれども、はい、ちょっとまず目に留まったのが、はい、看板、はいはい、こちらの看板の方は、はい、何をイメージされて作ってるんですか？こちらは、はい、オーナーの顔と、はい、あと一番最初に始めたあの商品がトマトジャムということで、はい、はい、トマトとあとオーナーの顔をこう合わせたような。なるほど。なんかすごく特徴的な可愛らしいイラストだなと思ったんですが、はい、これはトマトだったんですね。そうですね、トマトなんですね、はい、そうですか、ね、そんな可愛らしいこちらのケーキ屋さんなんですが、はい、コンセプトとか特徴っていったものはありますか？そうですね、今はこういった、はい、デコレーションケーキが、はいはい、人気ですね。デコレーションケーキ、はい、いや本当に素晴らしいデコレーションですね、はい、こちらお客様一人一人のオーダーでお作りしてます、はい、なんかもう本当にいろんな、ね、キャラクターのもうなんか 3D ですよね、はい、イラストだけのものもあって、はい、さらにこう形になっているものもありますよね、はい、こういった、ね、誕生日とかその特別な日に、はい、送られる方が多いんでしょうかね。そうですね、はい、素晴らしいですねすごい面白いお菓子が、はい、そしてこちらにはまた素敵なショーケースにいろんなケーキがたくさん並んでるんですけれども、いや、ひよこちゃんとかすごく可愛らしいですね、はいはい、これ人気ですね。あ、人気なんですか、はい、これはなんかすごくふわふわした感じなんですけど、はい、どういう風なものができてるんですか？中身はスポンジ、生クリーム、ラズベリーが入ってまして、はい、ラズベリーも入ってるんですね、はい、表面はあのスポンジをこう細かくしたようなものをこうつけてるんです、はい、スポンジなんですね。それがふわふわして見えるんですね、はい、なるほど。そういったね、ひよこちゃんだったり、こちらにはクマさんとか豚さんもいたり、はい、いろんなね、こう可愛らしい動物のスイーツもたくさんあるんですが、はい、どういったスイーツがこう人気のものとかありますか？そうですね、はい、今新作でこちら夏のおすすめの、こちらオレンジのムースが人気ですね、はい、夏のオレンジのムース、はい、うわー、すごくなんかね、こうみずみずしい感じで、はい、いいですね、涼しげで、はい、なるほど。さらにこう店内を見渡しますと、いろんなこう焼き菓子とかもあるんですね、はいはい。こちらはちなみに可愛らしい豚ちゃんがまたいるんですが、はい、こちらは豚の形をしたメレンゲでして、はい、よく見るとちょっと表情が一つ一つ違うので、本当ですね、はい、皆さん選んで買れますね。こちらあの普通の顔してる豚ちゃんとか泣いてる豚ちゃんだったりとかいろんな表情をしてますね、はい、メレンゲなのでこうふわっとした感じの食感なんですか？サクサクした、はい、美味しそう、はい、そしてこちらは茨城マドレーヌと書いてありますが、はい、はい、これはどんな？こちらは、この中心に梅のジャムを使ってまして、はい、水戸といえば梅ですよね。はい、そういったこう水戸らしい土産にもぴったりなものも作ってらっしゃるんですね、はい、なるほど。本当にたくさんの商品があるんですけれども、黒沢さん、ぜひ私ちょっと何か一つおすすめを食べてみてもよろしいですか？はい、ぜひこちらの新作を、はい、お、新作、はい、いいですか？では少々お待ちください、はい、すいません。本当にたくさんの商品が並んでまして、こういったね、いろんなフルーツを使ったものとかもたくさんありますね。こちらですね。あ、はい、あ、なんかこれはこちらは何ですか？こちらを最後に振りかけまして、はい、おー、振りかける面白い感じのタイプのケーキですね。なんかピチピチ音がしますけれども、はい、こちらでちょっと炭酸感を味わっていただこうかと。炭酸ですか？はい、炭酸のケーキ、いや、これ炭酸のケーキだそうですよ。すごく聞いてみます。パチパチ音聞こえますか？いただきます。はい、すごい、上にはオレンジが乗ってて、そうですね、フレッシュなオレンジが乗っかっています。こんな感じですね。すごく美味しそう。いただきます。お、オレンジが落ちちゃったいただきます。うん、うん、上のこのかけたのがサクサクした、あ、パチパチしてきました、はいすごい、
はい、パチパチして、口の中で弾けてます、はい、パチパチしてる、面白い、はい、中はこうムースみたいな、そうですね、オレンジのムースで中に、はい、あの隠し味でカシスのムースが入っております。カシスのムース、はい、なるほど、こう甘酸っぱい感じで、はい、すごく美味しいです。いや、これ新食感ですね、はい、新食感ですね、ぜひ皆さんも食べてみてください。ありがとうございます、はい、すごく美味しいです。こういったね、素敵なお菓子がたくさんあるこちら大ちゃんスイーツ工房加納さんということなんですが、はいはい、これからのおすすめ商品とかありますか、はい、これからのおすすめは、そうですね、はい、こちら夏なのでマンゴーとか、おー、はい、あとはフレッシュなフルーツを使ったミルフィーユですとかが今の季節にはぴったりかと思います、はい、なるほど、そういったみずみずしいフレッシュなスイーツ、あのフルーツを使ったスイーツもたくさんあるということですので、はい、ぜひ皆さん足を運んでみてください、はい、それでは最後にですね、はい、オープニングから一緒によろしいですか、はい、はい、いわきらステーションスタート。こんにちは。5月22日木曜日、茨城県庁スタジオから生配信でございます、はい、茨城県民総出演茨城ラステーションスタートでございますよ、はい、皆さんこんにちは。ジュースヒゲス鈴木桃子です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もうね、ほら、もう週末に向けてくると元気になってくるんですよね、はい、なるほど皆さんもそうでしょ。そうですね、きっと、はい、週末が近づくにつれてぐん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 もうこうテンションが上がってくるという、はい、なぜならば、はい、今もね、大沢さんが美味しそうな、はい、なんかフレッシュなオレンジが乗って、うん、パッチ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 してますけども、はい、そんな美味しいスイーツを一度に返すイベントが明日からですよ。あれ明日の金曜日からですからね、はい、県庁2階の特設会場で、そうなんですよ、スイートフェア2014開催されるわけでございますよ、はい、なので、まあ、今週のオープニングはこのスイートを特集して、スイーツ特集ですね。あのオープニングの何何でしょうケーキムース、何でしょう、ケーキオレンジが乗ってババロア、ババロア何でしょうかね、パチ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 、面白いですね、炭酸、うん、大ちゃんシェフスイーツ工房加納さん、加納さん、はい、ね、面白いね、ね、面白いですよね、うん、ああいったケーキってなかなかないですけど、あのパチパチするあの感覚っていうのは、はい、ちっちゃい頃に覚えがある方もきっといらっしゃいますよね、うんうん、あのお菓子に飴とか、ありました、ね、パチ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 、僕の時は綿菓子に入って、あ、綿菓子、あ、はいはい、なるほど、パチパチだけのも浴びてましたよ。え、あ、そうなんですか、うん、あれ一気に口の中流し込んでほっ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 ていうのボーンってね、はい、はい、さあ今日5月22日木曜日でございますけどもね、はい、そう、うん、今22日とおっしゃいましたね、言いましたよ、はい、22日はい、毎月22日はですね、デデデン、ショートケーキの日だそうです。毎月22日なの、はい、毎月22日はショートケーキの日ね、よくぞ聞いてくださいました。あのもし、ね、これご覧になってる皆さん、お手元にカレンダーなんかがあれば見ていただきたいんですけれども、うんうん、22日の上、うん、いちごが乗ってませんか。え、22日の上って何、カレンダーの表記で、そう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 、表記ですか、はい、15日ですね、15日ですよ、うんうんうん、バラしてバラして、バラす、1と5バラして、1と5バラした、いちごですよ、ほらわわ、出したね、しいちごの、いちごが上に乗ってるか、今日が、はい、ショートケーキの日なんだ。そうなんです、毎月22日、あのカレンダーずっとね一緒ですから、まあ、22の上は15ということで、はい、はい、ショートケーキのいちごちゃんが乗ってますからね、はい、ショートケーキ好きですか。ショートケーキ大好きです。どっちから食べます、いちごから食べるのか、はい、この本体から食べるのかによって変わるじゃないですか。本体です、本体なんだ、美味しいものは最後に取ってみて、あ、ジムさんどちらですか。僕いちごが食べます。あれ、なんでですか。うん、あのね、いちご食べて、はい、で本体食べるでしょ、はい、でいかにこのお皿を汚さずに食べるかっていうね。あ、なるほど、そういうルール付け、へえ、あのルール付け、ルール付け、僕の中で、はい、皿を汚さずに食べる、別にあの好きだから嫌いだからとかではなくて、一口で食べれるサイズで一口でいっちゃうっていう、なるほど、なんならフォークも汚さないっていうぐらいの、次洗う人のためのことを考えて、そう、エコです、エコ、あ素晴らしい
晴らしい。はい。うん、はい。まあまあ、まあ、今日はショートケーキの日だもんね。はい、そうなんです。ね、明日から、始まりますからね。はい。2回でスイートフェア2014。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。でもね、やっぱりあのそういうイベントがあるときって天気が気になりますよね。なります。うん、まずは今日の空模様見てみましょう。ちょっと雲出てますけども、はい、青空は綺麗ですね。ね、そうですね。雨上がりの新緑も綺麗でございます。はい。さあ、続きましてももちゃんよろしくです。続いては茨城新聞ニュースをお伝えします。県環境管理協会と水戸市の共同事業として、春の千波湖環境学習会が18日、水戸市の千波湖畔で開かれました。この学習会は、来年2月までほぼ月1回のペースで合わせて11回開かれる体験型学習会の第1回で、親子ら約200人が参加しました。触って、自然の大切さ、この千波湖、水戸市のこの素晴らしい環境を守っていこうっていうそういう気持ちをね、大きくなっても思ってもらえるようになってもらえると嬉しいなと思います。かかる水をですね、図案ボートに乗って、千波湖の水を取ってきていただきたいと思います。この事業は水戸市のシンボルである千波湖を通して環境について考えようという事業で、今年で5年目となります。初回は白鳥の形をしたスワンボートに乗って千波湖の水を採取し、水質の指標である COD 化学的酸素要求量を調べました。子どもたちは保護者と一緒に4人のグループでボートに乗り、いろいろな場所に分かれて水を採取しました。バックテストといって COD っていう項目を、まあ、簡易的に簡単に測るやり方です。お水の中に入れて手を離すと吸えます。十分です。十分です。空気の力で吸い込むので、はい、振ったら、はい、取ったら、はい、5、6回こう振りましょう。1、2、3、4、5。採取した水は試薬の色の変化で水質を測るバックテストで汚れ具合を確認しました。取れた。ピンク、ピンク、ピンクだ。もっと下見ちゃんに言ってみたら、兄ちゃんも言うと言わないと。13。はい、13。入ってください。紙に書いて13。あ、これ10だ、10。なんか水が濁ってた。千波湖内でもいろんな種類の水があって面白かったです。今年で5年目になりますけれども、まあ、千波湖自然がまだ残ってます。でこの千波湖で市民の方が触れ合いながら今の自然の環境を学んでもらって、今後のね、水質浄化とか、生物多様性の保全とかそういうものに市民参加していただきたいという趣旨で行っております。次のニュースです。6月2日の自動車税の納付期限を前に、納期限内納税を呼びかける県のキャンペーンが21日行われました。キャンペーンは水戸市の JR 水戸駅など県内6カ所で行われ、県職員らが通行人に啓発用のポケットティッシュを配りました。茨城県徴収強化対策室によると、コンビニ納税の浸透などで納税率は年々上がっているものの、昨年度も 74.4% と全国平均 76.6% を下回りました。よろしくお願いします。おはようございます。自動車税の納期内納税ご協力お願いします。納税率の向上のため、今年は新たに JR 水戸駅と土浦駅の構内に横断幕の設置や、県内の鉄道各線の車両にポスターを掲示するなど、自動車税の納期内納税を県民に促しています。この日の水戸駅では、水戸ご当地アイドル（仮）のメンバーと、水戸市マスコットキャラクターの水戸ちゃん、水戸ホーリーホックのホーリーくんも参加しました。のさゆみんです。6月2日は自動車税の納期限です。よろしくお願いします。自動車税の納期限は6月2日です。最後のニュースです。
県議会総務企画委員会は21日、BNCT 次世代がん治療、放送中性子補足療法の装置や、J-PARC 大強度陽子加速器施設といった東海村の研究拠点などを視察しました。元素を、そのがん細胞が美味しいなと。加速器、僕らは加速器なんで加速器やるんですけども、実はそれだけでは完成しませんので。BNCT は、がん細胞を中性子ビームで狙い撃ちする療法で、筑波大産学官連携チームが手掛けています。装置は今年度中の完成を予定しており、委員会は整備状況を視察しました。なぜこういうふうにしたいかと言いますと、また J-PARC では2月に実験を再開した物質生命科学実験施設に入り、県が保有する2本のビームラインなどの実験内容について担当者から説明を受けました。手術をせずに1回の照射で治療が完了するというものでございます。大変体に負担が少ないという新治療法でありますので、今後臨床実験などを進めていくことに期待をしております。この J-PARC 内に2つの中性子ビームラインを整備しておりますので、今後の新たな技術の創出に期待をしております。以上、茨城新聞ニュースでした。はい、千葉港の調査、はい、はいはいはい、いいなあれ、ね、スワンボート、ね、乗って楽しそうですね、めっちゃいいな、ね、いいですね、スワンボート、はい、子供の頃乗りましたもん、先輩。本当ですか、うん、私乗ったことないんですよ。スワンボートとか、はい、あの手漕ぎボートとかね、はい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 、ヘリコプターとかもあったね、形が昔。ヘリコプターの形をした足漕ぎボート、へえ、あの自転車漕ぐみたいにこうやってこういう風にピコピコって漕ぐんですよね、うん、はい、いいね、楽しそうだね、楽しそうですね、楽しみながらああいった自然環境とか学べるっていうのはすごくいいことですよ。逆にそういったことができるエリアというか地域が茨城県内いっぱいあるじゃないですか、はい、ありますね、うん、いいな、いいですね、素晴らしいね、うん、いいことだ、はい、いいことだよ、そしていいことをするついでに自動車税も早く納めよう、はい、自動車をお持ちの皆さん、ね、ちゃんと期限内に納めないとダメですよ、本当に一家に一台じゃないからね、はい、そうなんですよね、一人に一台だからね、うん本当、自動車税、6月2日ですね。6月2日です。までございますからね。はい、ぜひお早めの納税をお願いしたいなって思いでございます。はい。はい、さて、はい、なんか続いてなんか大きなことが起きたんだって。そうなんです。ゲームさん、はい、映画天心ご存知でしょうか。あ、知ってますよ、はい、はい、主に茨城県で撮影されました。そうですね、昨年公開されましたね、うん、映画天心。北茨城市の方で結構撮ってました。はい、はい、そうなんです。日本近代美術の父と言われた岡倉天心の創作活動を描いた作品となっております、はいはい、この映画天心、はいはいはい、そしてその岡倉天心 の、うん、あの弟子の一人に、うん、茨城県水戸市出身の横山大観いますね、あの美術家の、はい、美術家の横山大観さんいらっしゃいます、はいはい、その、作品中に横山大観役を演じていらっしゃるのが、うん、あの茨城大使の中村獅童さんなんです。あの天心という映画作品の中で、はい、演じてるのはね、はいはいはい、中村獅童さん、はい、でそして、その映画天心の上映会と、うん、また獅童さんとそして松村監督のトークショーが、うんうん、5月18日日曜日に水戸市の水友会館ホールで行われました。先日の日曜日にやったんだ、はい、先日の日曜日にそのトークショーが、はいはい、上映会が行われたんですけれども、うんうんうん、イバキラ TV、 私たちイバキラ TV、 その様子と、うんはい、様子とさらに、うんうん、イバキラ TV へのコメントもいただいてきました。あ、茨城ラ TV ご覧の皆さんへのコメントをいただいてる、はい、茨城ラ TV ご覧の皆さんに対してのコメントもいただいてきちゃったんです。素晴らしい、はい、うん、ではその様子をご覧ください、どうぞ。茨城の方たちね、非常に映画の撮影にもご協力いただきまして、もうこれは真冬寒い中でのロケが続いたんですけども、冷え込む中で早朝から夜中まで撮影が連日続いたんですけど、地元の方たちがボランティアで炊き出しやら寒い時のあんこう鍋とか、本当に茨城の食べ物が美味
味しいということも実感しましたし、食べたい僕はピンポンという映画でも茨城の大野体育館でお世話になっているとか、大河ドラマのワールドステーションというところは茨城県ですし、何かとこう映像の仕事の時茨城の方たちにご協力いただいているので、非常に今回もまた皆様に温かくしていただいてとても嬉しかったです、はい、2015年は茨城のために一生懸命やらせていただきます。まあ、とにかく今まで映画の撮影で茨城県に来させていただくことがすごく多かったの で今日舞台挨拶させていただいた天使も全面茨城の伊豆良というところでロケをしたりとか、茨城県で全部ロケをして地元の方たちにも随分ご支援いただいて、茨城県の皆さんがいらしたからこそできたような映画なので、まあそういった何かと茨城県の大河ドラマでもような茨城県でロケやることもありましたし、日頃から本当に皆さんにご協力いただいてお世話になっておりますので、まあ微力ながらもなんか自分がもうね大使なんて恐れ多いんですけど、自分にできることをまあ精一杯やらせていただければというふうに思っております。非常に光栄に思っております。天心もこれからまたいろんなところで公開していくと思いますので、末永く作品を愛していただけるように、末永く天心を応援していただけたら、嬉しく思います。よろしくお願いします。これから茨城県を少しでも盛り上げるために一生懸命、楽しく明るく努めていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。はい、志郎さん、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上げてください。他力本願。他力私たちも盛り上げていきましょう。はい、まあね、そうですよ、うん、でも、はい、もう指導さんみたいなパワーがある人に引っ張ってもらった方が俺らもほら楽じゃん。こらこら、はい、一緒に頑張っていきましょう。はい、はい、そうですよ。でも指導さんかっこいいですね、やっぱり。近くでもしかして、あれ、そうなんですね。あら、はい、インタビューさせていただきました。もう近かった。まあ、まあインタビューするぐらいなら近くにいますわな。鼻の頭に汗ファーって書いて、もう緊張してしまって、もうガッチガチですもん。いやでも本当ね、シドさんの力もいただきまして盛り上げていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、明日金曜日でございます。はい、明日から3日間ですよ。県庁2階で行いますスイートフェア2014、いよいよでございますけどもね。はい、たくさんの茨城県内の甘いお店が出店されます。はい、とはいえもう多くて多くて、どこが出るんだろう、情報知りたい。確かにね、我々もそう思っています。はい、そう思ってたらですね、こんな素敵な映像が我々の元に届きまして、もうご紹介していこうじゃないかと。そうですよ、ということでございますので、はい、皆さんにご覧いただきたいと思います。明日から始まりますスイートフェア2014、出店店舗の紹介 VTR をご覧ください。東和乳業と申します。当店は水戸市双葉台千葉町の2カ所に直営店を持っているお菓子工場です。こだわりポイントとしましては、豆から直炊きのあんと県内産の産みたて卵を使ったスイーツが自慢でございます。当店はスイートフェア期間中3日間とも前日出店しております。よりすぐりの原材料で作ったどら焼きで皆様のご来場をお待ちしています。スイートフェア頑張るぞ。飲みたまし計りでパン屋をやってますブーランジェパンセと申します。当店ですね、店売りのパンの他にも、学校給食をやっておりますので、安心安全ということをモットーに、美味しいパンをお客様に提供させていただいております。当店ブーランジェパンセは、5月24日ですね、土曜日の1日のみの、販売となります。そちらの販売ですね、いろいろなパンをお持ちしますので、皆さんのご来場、たくさんのご来場をお待ちしております。スイートフェア頑張るぞ。水戸市の歴史館のそばにあるフレッシュグリーンと申します。こだわりはシンプルでナチュラルであるということが、こだわりの部分で、木をてらったような飾りではなく、素材を
を素直に活かすようなお菓子作り、それから、家庭でも味わってお母さんの味のような優しい温かさのあるような部分にこだわって作っています。スイートフェアには24日土曜日と25日日曜日の2日間出店いたします。スイートフェア頑張るぞ。水戸市千波町のフランス菓子のブランです。フランス菓子は基本的に言うとクリームを食べさせるケーキなんですね、はい、カステラじゃないんです、はい、うちのお菓子はどちらかというとクリームが多いです。ムースですね、いちごとかココナッツ、マンゴー、今の季節ですとそういうのが多いですか。あと季節にいろいろですね、季節のフルーツを使ったムース、そういうのが多いですね。23、24、金、土、2日間出店します、たくさんのお客様に来ていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。スイートヘア頑張るぞ。水戸市にあります亀神市本舗でございます。名産品、あと和菓子、洋菓子、その他たくさん置いております。私どもはお客様の身になって考えておりますので、うちのお菓子を食べていただいて、お客様がもっと一息ついて疲れを取っていただけるようなお菓子を目指しております。私ども亀印は23日に出店いたします。ぜひ皆様いらしてください。スイートフェア頑張るぞ。はい、水戸市三河町のマリアベルトです。カスタードクリームの生クリームこだわってます。手炊きにこだわってというのもあるんですが、砂糖、材料ですよね、あと卵、この辺にこだわって、やってます。当店ではコルネというのが一番人気がありまして、自慢のカスタードクリームが詰まっていて、注文を受けてから、詰めてお出しするというような形で販売してます。マリアベルトでは5月23日金曜日と5月25日日曜日に出店します。スイートフェアよろしくお願いします。頑張るぞ。いばきら TV をご覧の皆様こんにちは、はい、私たちは水郷いた子あやめ娘とロブネをこいでいる娘仙道です。いた子市長の松田千春です。水郷いた子あやめ祭りは5月24日土曜日から6月29日日曜日まで開催しております。色とりどりのあやめが一面に咲き誇り、皆様をお迎えいたします。いたこ花嫁さんによる嫁入り船は毎週水曜日、土曜日、日曜日に運行されます。私たち娘船頭もこぐどぶね遊覧は毎日運行しております。水郷町長、ごゆっくりと堪能していただきたいと思います。皆様のお越しを心よりお待ちしております。はい、そういうわけでございまして、はい、もう出店店舗ね、それぞれも力入っておりますので、はい、明日も楽しみでございますね。はい、さあ続いては、はい、続いては、いばきらステーション、勝手に過去勝手に恒例コーナー、続きは僕の潜入リポートのコーナーです。はい、はい、というわけで、毎週というか、週末にね、ジムさんに内緒でこっそりお出かけをして、はい、県内各地のイベントに潜入しているコーナーです、今回私、5月18日日曜日にひたちなかにあります日立海浜公園で開催されておりました、フラフェスに、はい、ありましたね、はい、ありました、潜入してきちゃいました、はい、ジムさん、アロハの雰囲気とか好きですか？大好き、決まってるでしょうよ。はい、もうじゃあぜひ見ていただきたいと思いますよ。お、楽しみだ。はい、フラフェス、続きもこの潜入レポートご覧ください。皆さんこんにちは。今日私はひたちなか市にあります国営ひたち海浜公園で開催されているひたちなかフラフェスティバルに遊びに来ています。というわけで鈴木桃子の潜入レポートスタート。というわけで入ってきましたが、いろんなお店が並んでる中に謎のゆるキャラ、ちょっと確認してもらえますか？気になりますけど。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。はい、すいません、お店の前に、なんか私個人的に見たことのないゆるキャラがいるんですけど、はいはい、
芋蔵っていうんですか。そうなんです、はい、では東海村のキャラクターで芋蔵って言います、はい、あと杖を持った方がおじいさんで芋じいって言うんですよ。へぇ、芋じい、はい、これは東海村のキャラクター。そうです、東海村のキャラクター。お芋をモチーフにしてるんですね。そうです、さつまいもですね。こちらでは今何かこう出店というか、はい、出品してるものは何ですか。はい、実はこちらにオリジナルのですね、はい、グッズがありまして、今日はフラフェスティバルですので、はい、フラの限定のキーホルダーなんかも用意してるんですよ。あ、本当だ、はい、イモジとかキャラクターたちがフラの格好してるんですね、はい、かわいい、はい、他にも何かあるんですか。実はあの東海村の、はい、スイーツということで、はい、こうね、スイートピッコロっていうものを何それ置いてあります。何ですか。お芋のですね、はい、あんを使ったオリジナルのスイーツなんですよ、はい、もしよかったら一ついかがですか。いいんですか。どうぞどうぞ、いただきたいです、はい、ありがとうございます。どうぞ。やった、いただきます。美味しいでしょ。美味しい、うん、お腹サクサクいってて。そうなんです、外はさっくり、中は甘くて、うん、とても美味しいあんが入ってる。ぜひぜひね、皆さんもぜひ食べに来てください。会場内ではすごいですね、このなんかフラグッズというかアロハなグッズもいっぱい売ってます。ジェームスさん似合いそうですね、いいんじゃないですか。お綺麗なお二人ですね。はい、どちらかの親善大使なんですか。親善大使、はい、観光大使とかではなくて、観光大使でして、ひたちなかの PR をしていくスタッフとして活動しています。なるほど、これからひたちなか市をどうしていきたいですか。那須塩原市生乳生産本州一の町。こんにちは。はい、こんにちは。はい、いらっしゃいませ。はい、那須塩原市からの出店ということで、はい、何かひたちなかとは関係があるんでしょうか。ね、あ、よく聞いてる。はい、ありがとうございます。あのですね、友好姉妹都市。姉妹都市、はい、あ、そうなんですか。はい、へー。ということで、こちら太浜公園のイベントで出店するという形で。はい、へー。こちらさっき生乳生産日本一、本州一、本州一のということなんですけど、こちらでは何を販売されてらっしゃるんですか。今日は牛乳3種類を持ってきております。牛乳3種類、はい、丸かしでもできますけど、なんか飲み比べがあるんですよね。はい、それによってですね、いろいろちょっと味が微妙に違いますから、ぜひ飲んでいただきます。ちょっと飲み比べしたいんですけど、いいですか。はい、ありがとうございます。はい、わー、来た、はい、わー、ありがとうございます。はい、たっぷり入ってます。はい、ありがとうございます。あの特徴はこちらも、はい、A が、はい、ナス大好き牛乳、はい、甘さが強い、 B がパスチャライズ牛乳、はい、ほのかな水切り先生飲み口、はい、C が千本松牧場牛乳、はい、甘い香り甘み。ではじゃあ A から、はい、はいはい、どうぞ。いただきます。A のナス大好き牛乳です。あんまり店頭には並ばない。あ、はい、はい、どうもありがとうございます。またよろしかったら。濃厚な牛乳、まだ一杯目ですからね、わかんないです、飲み比べですからね。はい、次パスチャライズ牛乳。あれ、違う、違いますよね。違いますね。味がね、うん、結構違う。なんかこっちの方がすっきりしてますね、本当に。まあ、好みもありますから。うん、この順番に入ってますね。はいはいはい。C、千本松牧場牛乳。はい、どうぞ。
こちら、はい、2種類ね。どれを2つ？なんか全部違いますね。はい、こちらです、甘め、娘。違う、なんかやっぱ違いの訳とかあるんですか？まあ、同じ那須塩原という栃木県、の、まあ、牛なんですけど、生成とかそういったものがちょっと違いますから、はい、ですから微妙に違うのが期待しますね。そうなんですか。那須塩原市はやはり温泉、まあ、こちらも温泉ありますけど、多くは塩原温泉、板室温泉、温泉違います、いろんな種類の温泉が出ます、ぜひですね、山にこちら海ですが、山に行っていただいて、温泉を堪能していただき、ゆっくりしていただきたいということです。生乳を長い時間かけて、美味しいもの食べて、抑えてゆっくりして、はい、ですね、はい、ありがとうございました。今回は2000人というフラガールが集まっていただきまして、フラの愛好者がこれだけたくさんいるんだということを感じ、これからは一生懸命、そのなんて言うんでしょうね、アロハの気持ちをシェアしていけるような、たくさんの人たちに分かってもらえるようになったらいいなと思って、このまま何でも何でも続けていければと思っております。皆さん、ぜひともこの青い空の下で一度でいいですか、踊ってみてくださいっていうのが伝えられればいいかなと思ってるんですけれども、はい、皆さんいかがでしたか。今日私は国営ひたち海浜公園からフラフェスの様子をお届けしました。皆さんもぜひ来年来てみてはいかがでしょうか。以上、鈴木桃子の潜入レポートでした。はい、ご覧いただきました。どうですか、ジェームスさん。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。僕、はいはいはい、ものすごくハワイとか、はい、ハワイの雰囲気とか、はい、フードとか、はい、食べ物、はい、大好きなんですよ、はい、ね、はい、ちょっとほら、俺の気持ちみたいに今後ろが曇ってきてるけどね、今かなり、今ほら、やっと晴れ渡ったけども、はい、うん、フラフェス、フラフェス、遠くにフラあのね、また、フラダンス の、 そのステージの方はですね、またまずはイベントの方からご紹介ということで、後ろで出展されている方のご紹介ということで、フラのダンスの方は後日公開予定となっております。あ、そう、引っ張るね。そうですよ。なるほど、はい、じゃあ致し方ない、はい、うん、まずは私が潜入してきたのはこう、フラのこっち側でこうやっている。なるほど、はい、じゃあそれまで楽しみにしておくよ。はい、後日ご紹介します、ね、でもこれだけ綺麗な、ね、青空の下で踊ると楽しいでしょうね、はい、ね、楽しいでしょうね。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。たくさんしていたんでしょ。はい、にぎわってながら、はい、と、はい、いうわけでございましたけどもね、はい、さあ、続きましても、はい、明日から始まるスイートフェア2010、ね、これに出展されるお店の方々の VTR が撮れておりますのでご紹介していきたいと思います。こちらをご覧ください。中村学園調理術専門学校、うちは調理師学校なんですけど、調理成果コースと調理コースと2つのコースがありまして、今回は調理成果コースの学生が、初等級で振るってね、参加することになると思います、23、24、25とスイートフェアが行われて私たちも参加するんですけど、24、25の2日間は、県庁の食堂内でロールケーキ、笠間焼きセットで500円と1000個販売しますので、ぜひ、お越しください。お待ちしてます。じゃあスイートフェア頑張るぞ。水戸の堀町の、五中通りにございます新妻製菓でございます。皆さんに向けた感じの和洋折衷の、はい、お菓子をやっていきたいと思っています。もうテレビでもご紹介していただいたシュガラ大福が、はい、人気ですね。今度水戸スイーツフェアで23日、24、25、はい、新妻製菓が出店させていただきます。シューアラ大福、あとはどら焼きとかも、生どら焼きとかもいろいろ出ますので、よろしくお願いします。スイーツフェア頑張ります。牛久市にございます学校法人紅葉学園筑波栄養調理成果専門学校でございます。牛久産、茨城県産の農産物を利用しましたお菓子、パン、ジャムなどを学生とともに
ちしたいと思っております。茨城県の農産物の底力を学生とともに作って、それを皆さんに食べていただく、そうしたものを今回お持ちしたいと思っております。水中では大子町のお菓子の諸田です。大子地域で採れる特産品、特産物を使用した食作りを心がけています。ちなみに日立おむろとかね、今採れますね、そういう商品とか、あとチーズケーキ、昔からチーズケーキは県産の十字、奥地の卵を使っています。で今回新しい商品として奥地ハモというブランドなんですが、奥地ハモの卵を使用した商品は4マチで3点ほど出しました。そういうだから地元で取れるものを極力使いにしております。スイートフェア頑張るぞ。茨城県というのはさつまいも、ごぼうですね。でさつまいもはやっぱり価格的に味的にまあ手頃な値段ってことで、栗はやっぱり片間はもう栗の産地です、まあ、全国一の生産量。根本製菓は甘納豆をいろいろな種類をお持ちしまして、23、24、25とお伺いします。よろしくお願いします。はい、スイートフェアを頑張ります。飯田屋製菓です。はい、うちの一番人気は沖縄波天沼産ですの黒糖サラ、どら焼きが一番人気ですね。なるべくいい材料を使ってますね。あと安全にということで、その分日持ちがしないというのはちょっと難点なんですけども、材料にこだわってます。飯田屋製菓は23日金曜から25日日曜まで3日間、人気のどら焼き、そして冷たく冷やしたわらび餅、コーヒーわらび餅、そしてスイートフェアで作ったメロンのわらび餅を販売いたしますので、どうぞお越しください。スイートフェア頑張るぞ。ギバキャ TV をご覧の皆様、元気ですか？茨城たよしあん時の陽気です。だー5月6月は茨城ハッピーメロンシーズン、メロン生産量日本一の茨城県、この茨城メロンが一番おいしくなる時期に、さまざまな場所でメロンの魅力をお伝えしていきます。茨城のメロンを食べて元気にハッピーになりましょう。いくぞ、1、2、3、だー茨城だ！ピックアップ！よいしょー！ドーン！さあ、このコーナーはどんなコーナーでしょう？はい、こちらのコーナーは茨城だ TV 公式 Facebook ページに投稿していただいた皆さんの投稿をご紹介するコーナーです。はい、投稿方法は、まず、茨城だ TV 公式 Facebook ページにアクセスしていただきます。その後こちら、いいねを押してください。その後投稿するというボタンからお写真コメント投稿することができます。はい、お待ちしております。はい、さあ、はい、それでは今日の投稿参りましょうか。はい、まずはおお、おそば。日立市中央駅近くの、はい、おそば屋さんで食べました。鴨南蛮そばという。美味しそうですね。鴨南蛮は間違いないですからね。うん、結構ちょっと太麺的な感じ。ね、そうですね、はい、うん、あ、美味しそう。もうね、お蕎麦すごい今僕の中でブーム来てるんですよ。ジェムさんの中でお蕎麦ブーム来てるんですか？今週ほぼお蕎麦です。え、ずっとお昼、ずっとお蕎麦の魅力は、お蕎麦の魅力なんだろうね。やっぱヘルシーだっていう部分もあるだろうし、はい、あとやっぱね、なんだろうね、もう暑くなってきてるから、あ、爽やかに喉越しでっていう。なるほど、いいですね。はい、行ってみたい。日立の上陸近く美味しそうですね。美味しそう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いては、はい、麺つながりでございますけどもね。麺、琥珀色と呼ぶのにふさわしいスープ。まさに琥珀色です。だって、レンゲがね、はい、レンゲがここまで入ってるのに見えるんだよ、これ。あ、本当だ、これ全部こうレンゲつながってますね。うん、あ、本当だ。すごい透明度。麺が細麺ですね。はい、いいですね、細麺好きです。常総市、はい、旧三つ街道の方ですね、うん、の人生ラーメンです。人生ラーメン。僕自身はひたちなかの人間なのですが、はい、つい食べたくなって車を走らせてしまいました。ひたちなか市から常総市まで食べに行ったと思うんですよ。
結構ありますよね、距離。ありますよ。結構あると思うんじゃないですよ。かなりありますよ。かなりありますよね。うん、でも食べに行きたいぐらいの。この人生ラーメンに取り憑かれてしまったわけですね、魅力に。でもこれね、本当に、でもネギと、これ万能ネギでしょ。はい、ネギ。もう本当にシンプルな、具しか乗ってない、うん。かなりこれは期待できますよ。美味しそうですね。ぜひ教えてください。はい、詳しい場所ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてはこちら。ん、おこちらは頑固屋さんにて、はい、みぞれラーメンと季節の餃子。またラーメン、メンツ上がり。みぞれラーメンなんですね。あ、これ大根おろしか。そう、みぞれですね。すごいね、麺が見えないぐらいですよ、これ。すごいみぞれ感ね。うん、そして新キャベツの餃子、はい、美味しかったです。わ、新キャベツ甘いんですよ。美味しいんですよ。それがもうたっぷり入ってるんでしょうね、きっと。ねえ、羨ましいわ。もうラーメンと餃子のセットって、うん、もう誰も文句言えないもん。そうですよ、うん、完璧です。うん、文句言うとしたら次の日くらいですかね。いや、気にしません。気にしません美味しそうでございます。はい、ありがとうございます。本当この時間に、ラーメンとかお蕎麦とかの写真あげていただく嬉しいです。ただお腹すきます、本気で。続いての写真です。うん、これだ。びっくりした。中学校の同級生と6年ぶりに再会、うん、飲み会を開催しました、はい、飲み会といっても私は車なのでオレンジジュースですが、うんうん、入った居酒屋さんはたこ焼き専門店、うん、友人とはあの時こうだったね、ああだったねなんて話に花を咲かせました。今度は2人でお酒飲みたいなということでございますけどね。はい、ね、たこ焼き、うん、これ、ね、たこ焼きなんですけど、うん、外はカリッと、うん、中はふわっと、そしてたこが大きくてボリューミー、とっても食べ応えがあって美味しかったんですよ。私の投稿でございます。なるほど、はい、行かれた。行きました。はぁ、手前はオレンジジュースです。オレンジジュースお皿に乗っかったの。そうそう、すごい、もうジョッキが大きかったんですよ。え、ジョッキで。そう、ジョッキです。ジョッキでのオレンジジュースです、うん、はい、はい、で、お皿に乗ってくるの。これたこ焼き大きさどんぐらいですか。もうこれジョッキが大きすぎてさ、たこ焼きのサイズが分かんないんだけど。ごめんなさい、うん、そうですね、普通のたこ焼きだとまあ大体このぐらい、ね、ピンポン玉ぐらいね。ピンポン玉ぐらい、うん、そうですね、はい、のサイズかと思うんです、うん、もう一回り二回りくらい大きい。え、そんな大きいの。結構 大玉というか、一口で食べきれないぐらい。なるほど、うん、お土産は。ん、お土産。あ、お土産ね、そう、このお店テイクアウトもできるんですよ、うん、たこ焼きの、うん、1個からもテイクアウトできまして、うん、今回ちょっとお土産は、うん、ごめんなさい、はい、はい、いやでもね、美味しそうですね、ありがとうございます。はい、はい、というわけでございましてね、皆さんのご投稿もお待ちしておりますよ、はい、ね、身の回りの出来事とか出かけた先での風景などなどお待ちしております。はい、以上、いばきらピックアップでした。はい、茨城の皆さん、こんにちは。私は名古屋の観光 PR を行っているキラッと名古屋メイツの澤田恵理子と申します。そしてこちらは名古屋市の公式マスコットキャラクターはちまるくんです。今日は本人の代わりにぬいぐるみと一緒にやってまいりました。愛知は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の生まれの地であり、名古屋には名古屋城や徳川美術館など歴史的な見どころがたくさんございます。そして味噌カツや味噌煮込みや手羽先など、今では全国的にも有名になった名古屋飯、本場の名古屋飯を食べに名古屋に一遍来てみてちょ。続いてはいばきらピープルのコーナーです。い、はい、今回のいばきらピープルは西野ひとみさんが、うん、国立科学博物館、うん、筑波実験植物園、筑波市にあります、うん、そちらにお邪魔してきました。どうぞご覧ください。皆さん、こんにちは。今日は私はつくば市にあります国立科学博物館筑波実験植物園にお邪魔しています。こちらではさまざまな上鉄展とともにたくさんの企画展が催されているということです。今お花がたくさん咲き誇っている季節、どんな企画展が催されているんでしょうか。早速中に入ってみましょう。緑が綺麗ですね。さて、今一番お花が綺麗に咲いている時期ですが、どんな企画展をやっているんでしょうか。ここで研究員の村井さんにお話を聞いてみます。村井さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今常設展もたくさんあるんですけれども、今だけの企画展、どんな企画展をやってらっしゃるんですか？はい、クレマシスという花の、公開をする企画展と、あと日本にある固有の植物を紹介する企画展もやっております、はい、それでは早速私も見せていただいてよろしいでしょうか？はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。こちらの道の両脇に木があるんですけれども、はい、右の木が高くて、そしてこちらがちょっと低めなんですけど、はい、種類は違うんですか？そうですね、はい、それぞれ違う木でして、例えばはい、こちら側ですね、はい、見ていただきますとセコイアという木があります、はい、これはアメリカに、住んでいるという、はい、木なんですが、高いものですと100メートル近くまで行くという、はい、非常に木の高くなる木の仲間です、はい、でもう少し進んでいただきますと、はい、今度、メタセコイアというちょっと名前似てるんですが、違う種類がいます、はい、こちらになりますと、これ中国の北地から出てきた木でして、はい、出てきたという言い方をしたんですが、最初見つかったのは化石だったんです、はい、化石、大昔にもう絶滅したと思われてたんですが、はい、実は中国の奥地に生き残っていて、生きている化石ですね、そういう、呼ばれ方もするような木ですね。そうなんですか。でもこのメタセコイアとセコイアと木肌が全然違いますね。そうなんですね。そういえば違うところがいくつかありまして、例えば今おっしゃっていた木肌ですね、セコイアの方がゴツゴツしていて、はい、メタセコイアがツルツルしていたり、はい、あとは葉っぱもですね、今両方ともこう葉っぱたくさんあるんですが、はい、中国原産のメタセコイアの方が冬に葉っぱを落としてしまう、そういう特徴もありますね。そうなんですか、はい、似たもの同士でもこう全然性質が違ってくるという面白いところですね、でもうまく共生してるんですね。そうですね、はい。そうですか。鳥もさえずって気持ちいい小道ですね。はい。はい、それではこちらがクレマシス園になります、はい、ぜひご覧ください、はい、クレマシスなんですが、はい、非常に種類がたくさんありまして、およそ野生種で300種類世界にあるとされています。そんなにあるとか。はい、でこのクレマシス園にはですね、はい、そういった野生種から生み出された園芸品種などを含めて、はい、およそ250種類のものが、はい、植えられています。で、はい、こちら見ていただきますと、はい、どんな種類がどこに植わっているかということがこちらに、はい、示されていまして、はい、今ですねちょうど見ていただけるのが、入っていただいて左手側ですね、はい、この1番と2番パテンス系というのは、これ日本の風車という種類があるんですが、学名をクレマシスパテンスと言います。このパテンスから来てて、風車の血を受けた子どもたちですね。そういったものがこちらに植わってます。ただし早咲き系でですね、すでにもう盛りをちょっと過ぎているものもあるようなものです。でその隣にある八重品種が今ちょうど見頃ですので、後で、ご覧いただきます、はい、でそれ以外にもですねいくつもこう種類がありまして、はい、例えばですね5番6番、はい、ウィティケラだったりジャックマニーというのは、これからあと1、2週間するとどん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 こう花がたくさん咲きまして、見頃になるような、そういった種類もたくさんあります。そうなんですか。はい、はいはい、それでですね、はい、クレマシス園入っていただきますと、まずこちら側なんですが、はい、紫だったり青系統のお花が、寄せ植えになっているところです、はい、で今ですね、はい、ちょうどですねこの大きく花咲かせているのが藤娘という仲間でして、はい、はい、実はですね去年アンケートを取ったんですが、はい、ダントツの人気ナンバーワンだった種類で、非常に淡い青色で、花も大きくて人気のある種類になってます。で藤娘という、非常に和風のお名前ついてまして、はい、これは日本で開発された、はい、そういった品種になります。そうでした、はい、綺麗ですね。なんとも言えない紫ですね、はい、そうですね、はい、でこちら側に今度来ていただきますと、はい、紫だったり、はい、さらにちょっと奥行っていただくと赤系統のお花もありますね。本当だ、また種類が違うんですね。そうなんです。これはやはり紫赤系統のものを寄せ植えしてるんですが、はい、特にですねこちら見ていただきますとビルドリオンという、はい、ちょっと赤い色の、花がありまして、はい、これ実はフランスで非常にビルドリオンというおしゃれな名前なんですが、はい、フランス
で作られた品種でして、はい、クレマチス自体昔赤色の品種っていうのは非常に少なかったんですね、基本的になかったんです、はい、それをアメリカのテキセンスという非常に中壺型の壺んだようなお花を咲かせる赤いそういう花を元に親として用いたことによって生まれた初期の赤品種になって非常に代表的なお花になりますね。これからまたつぼみたくさんできてますの で、 そうです、ね、どんどん花が咲いてくるんで非常に綺麗で人気もあります、はいはい、そうしましたら次、はい、もう少し奥も見ていただきます、はい、この棚なんですがまだ少し花が咲いているものが少ないんですが、これあと 1,2 週間するとどん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 花が咲きます。今見ていただくとつぼみがたくさんできていると思うんですが、これが一斉にどんどん開いてくるんで、はい、また6月入ってからも楽しめる種類になりますね、はい、長く楽しめるんですね。そうですね、はい、また来月来てみよう。ぜひよろしくお願いします。西野さん、今日はいかがでしたか。今日はクレマチスの特別公開、はい、そして日本の固有の植物、はい、本当に勉強になりました。 ありがとうございます。その他にはこちら見どころとしましては、はい、私たちの後ろにあります、はい、大きな温室、ですね、はい、まず左手側が、サバンナ温室といいまして、はい、乾燥地の植物、例えばサボテン、そういったものがたくさんある温室です、うん、でそのお隣は今度資源温室といいまして、バナナだったりカカオだったり、うん、食べ物として使えるような植物もたくさんありますし、あとちょっと見えないんですがさらに奥には今度ジャングルのような熱帯雨林温室というのもあります、はい、すごいですね、はい、なんか雨の日でも見どころ満載ですね。そうですね、雨の日でもそうですし、はい、あとは冬ですね、花が少ない時期でも温室は、数年開花してますので、はい、どの植物かは花がこう楽しめるという状態になってますね。そうですか、はい、そしてこれから初夏夏に向かう時期なんですが、はい、またイベントなど企画されていますでしょうか。はい、クレマチス選考会終わった後なんですが、はい、今度夏休みになりますと、植物園の夏休みフェスタという、はい、大きなイベントがありまして、お子様にこう楽しんでいただけるようなクラフトだったり、はい、あとカブトムシの体験コーナーだったり、はい、いろいろ用意しております。そうですか、一年中楽しめるこちら植物園、皆様ぜひいらしてみてはいかがでしょうか。村井さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、西野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいね。うん、すごいですね。これはちょっと潜入してみたくなるわ。うん、お花綺麗でした ね、 ね、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そこ行ったうちに、はい、県庁スタジオが生配信中でございます。いばきなステーションエンディングの時間でございます。はい、早いですね。さあ、いよいよ明日からでございます。はい、県庁2階特設会場からですね、スイートフェア2014でございますんでね、もうお時間許す限り皆さん足を運びいただきたいと思いますよ。はい、今週はもう本当にズドーンともスイートフェアで、スイーツをね特集してお届けしてきましたけども、はい、皆さんお眼鏡に飾ったスイーツはあったでしょうか。ぜひともぜひとも明日から3日間、はい、県庁2階に足を運んでいただきまして、はい、素敵なスイーツをお探しいただきたい。そうですね、はい、お気に入りのスイーツを見つけてください。はい、そしてこの番組ではですね、皆さんと一緒に作り上げていく、盛り上げていく番組でございますので、ね、はい、我々が皆さんの元へ、お邪魔させていただいたり、はたまた、皆さんからご投稿いただいたね、写真とかコメントをご紹介していこうと思っておりますので、はい、ぜひともさまざまな部分でのご協力よろしくお願いしたいと思います。Facebook の方にですね、皆さんのお写真コメントとご投稿いただければご紹介もできますので、ぜひともいばきら TV の Facebook トップページからいいねをして、はい、投稿フォームから入ってください、はい、身の回りの出来事、お出かけ先の写真風景、うん、自慢のペット、彼氏彼女、うん、そういった写真をぜひともアップしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。さあ、そういうわけでお届けしましたいばきらセッション、そろそろお別れでございますけども、はい、今日のお別れはですね、笠間つつじ公園の皆さんの声をご覧いただきながらお別れしたいと思います。はい、はい、そういうわけでお届けしてきましたいばきらセッション、この辺でお別れでございます。お相手は私ジェームス秀樹と鈴木桃子がお送りいたしました。それでは皆さん、明日からのスイートフェアお楽しみしていただきたいと思います。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。
お母さん、こんにちは。こんにちは。朝日はどこからいらっしゃったんですか？水戸です。水戸から、はい、つつじ祭りを目当てに。はい、そうですね。どうですか、つつじは。はい、うわ、すごい綺麗。今一番いいんじゃないですか？うん、ねえ。どうですか？はい、とっても十何年ぶりに来ましたけど、とっても綺麗です。十何年ぶり。はい。はい、どうしてまた、はい、すいません、いとこにご招待してきました。そうなんですか、はい、隣の水戸市はね、隣なんですけど、うん、なかなかね、来られない。のご関係は、ね、いとこです。あ、全員、はい、はい、あ、そうなんですか。似てますか、皆さん。私は日立中なんです。あ、そうなんですか、うん、はい、さようなら、さようなら、はい、